こんばんは。今回はですね、ノクさんの暗号通貨 ADA のステーキング動画についての、アンサー動画になります。まあ、ノクさんね、いろんな時に、暗号通貨が枚数が増えたよとかね、ステーキングで利益が見込めるよっていうことをね、放送してくれます。これについてね、まあ、お前の儲かった話聞いてもしょうがないみたいなコメントがあるそうなんですけども、まあそういう意見もあるでしょうね。で、私がね、思うのはノクさんとちょっと似てるのか違うのかいまいち分かんないですけども、私はね、ADA ってものがもっともっと多くの人に知られればいいなと思ってるんですよ。これについてはノクさんと同じだと思いますよね。多くの人に知られれば知られるほど、その ADA を、まあ、知って興味を持って買ってみようかなっていう人が出れば、その分だけ値段上がるんですよね。で、ここからは私のちょっと自分勝手な思いになりますけども、私はね、 ADA を高値で売りたいと思ってるんですよ。どうやったら高く値段がつくかっていうと、 ADA を購入した方が増えたら値段が上がるんですよね。で、私自身自分で買ったその時に多くの方が、まあ、参入した時、まあ、購入した時なんで、ぐーっと上がったんですよね。で、上場してもっと上がったんですよ。で、それまでは ADA が買える方法っていうのは限られていて、もう購入の締め切りっていうのがあったんですけども、上場すると誰でも買えるようになるわけですよね。そうなるとずっと欲しかったって思う人とか、これからの値上がりに期待する人が買うわけなんですよ。もちろん ADA っていうのは実際に何かに使えるってことは今までほとんどありません。まだほとんどないです。まあ、ですんで買うだけなんですよ。でも誰かがこの ADA のプロジェクトをうまく活かしてくれるんじゃないかなっていうふうなね、期待を放送すると、それにつられて買う人が増えると。そしてステーキングっていう考えがあります。これはまあ利息みたいなもんなんですけども、いや、ステーキングがあるんだったらその間売る人いないよねと。しかも金利みたいなのが入ってくるから儲かっちゃうよねってことで、さらに期待して購入人が増えるんですよね。で、そういったものがどん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 価格を押し上げていくわけなんですよ。で、私はね、 ADA でみんながね、含み益を持つなんてことを思ってないです。ADA であれなんであれ、通貨である以上、やっぱり誰かが利益を取れば、誰かがその分だけ損失を出してるはずなんですよ。そうなりますよね。で、ADA に関しては今すでに多くの方が損失を出している通貨っていうことも私は忘れてないんですよ。それはですね、高値掴みして下落に陥った人が老媒を許して、まあ、損益を確定させるってことですよね。まあ、その未来の収益ってものが今までの損益にもつながってるかなと思いますと、まあ、ちょっと複雑な話になりますけども、私はですね、これからも ADA がもっともっと夢のあるコインになっていただいてね、そして多くの方に、その30億人の人にね、お財布を持たせるみたいな、そんな概念ありましたけども、本当にね、30億人の人が ADA を1枚でも買っていただいたらどうなるでしょうかってことなんですよ。ものすごく大きなマーケットになると思いませんか。そして ADA がそのうちね、世界共通通貨として流通することすら私は夢に見てますね。まあ、そうなったらどうなるのかなってことなんですよ。そうなったらもうすでにですね、今の為替みたいに上がったり下がったりもしますし、こっちのプロジェクトに使われたり、あっちのプロジェクトに使われたりとか、あとは ADA の進化版っていうのもね、どんどん出てくるんではないかなと思うんですよね。まあ、いろいろと今回申し上げましたけども、まあ、ノクさんがね、儲かりましたよっていうことっていうのは非常に大事だと思います。それは、まだ ADA を持ってない人には、ADA っていいかもしれないっていうふうに夢を与える。光を与えることだと思うんですよ。儲かった人が一人もいなかったら、儲かることを誰も言わなかったら、ADA なんてもうね、忘れられちゃいますよね。やっぱりね、プロジェクト自体もすごいんだけども、個人的に儲かったよって人が出てくるのってのはいいことだと思うんですよ。ですんで、これからもね、ステーキング報酬が入りましたっていう報告は動画の方でどんどんしていただきたいと思いますし、そういうのを見てね、じゃあちょっと買ってみようかなっていう人がたくさん現れたら、本当に ADA のブレイクが来ると思うんですよ。まあ、ですんで、 ADA をね、ホールドされてる方、持たれてる方は ADA の夢ある情報とかをどん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 ね、夢ある考えとかね、私は ADA について個人的にこう思ってるよみたいな、そういうふうなポジティブなお話っていうのをどんどん YouTube に上げていただくといいんじゃないかなと思います。特に今値段下がってるじゃないですか。値段が下がるとね、なんで下がったのっていうふうな動画が受けるんですよ。でもなんで下がったのってもう単純ですよ。利益確定して売った人がいるからなんですよ。要するに儲かった人がいるってことなんですよ、これは。ね、儲かった人がいるんですよ。そして下がってそこそこ押し目になった時にまた大量購入しますね。そうすると値段 N の字を書いてまた上がっていくんですよ。この N の字を繰り返していく時に、 N ができるたびに利益確定する人がドカンドカンドカンと現れるってことなんですよね。それでは本日は以上です。またノクさん動画撮ってください。